を徹底してやることをやり続けたことが実はマックの成長の原動力と言っていいし、今もそれはあまり変わらない。いつでも誰でもどこでもこのビジネスを始められることを考えたことがすごかった。なんとか売り上げを出さなきゃいけないと。何をやったかというと、実は掟破りのことをいくつかやったわけですね、はい。どうもしゅんです、こんにちは。どうもバラマツです、こんにちは。はい、ということで今回は日経スタイルさんとのコラボ企画第3弾なんですけども、今回は日経の中村さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはですね、マクドナルドのマーケ戦略について中村さんにお聞きしようと思ってます。今のマクドナルドができるまでどのような戦略で今の誰もが知っている商品になったのかっていうところを、マクドナルドの歴代の社長の方とも親交がある中村さんに今日はお伺いできたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。中村さんはこれまでの取材とかでマクドナルドの社長とかにも結構取材されてたってことですよね。そうですね、ちょうど15年前ですかね、経営がねちょっと傾いてる頃に取材しまして、はい、その時にその当時の社長にこうくっついて、ね、はい、ちゃんと会社まともに向かっていくんですかっていうことをですね、表の取材もあれば裏の取材もあって、いろんな形でこう話聞きながら、まあ、方向確認していくわけですね。新聞記者は、そしてニュースがあればなるべくスクープを書いていくという、まあ、そんな仕事をしてたわけです。中村さんが思うマクドナルドがなぜこんなに売れたのかっていうところのマーケ戦略の特徴、一言で言うとどういうところにあると思いますか？マックって今皆さんと当たり前のブランドですよね、はい、マックがあるから、まあ、ちょうど今日お昼なんとかなるとか、まあ、そんな感じですよね、全部当たり前のブランドなんですけど、実はこれマックができた頃ってね、それ当たり前じゃなかったってことです。マクドナルドできた前はね、アメリカドライブインのレストランがものすごくいっぱいできた、わけなんですね。でその時にレイクロックさんというミクサーを売ってたんですね。なんかマクドナルドというなんか面白い店があるんだっていうところに行ったんですよ、彼が。で行ってみたら彼はもう感激したわけですね。何に感激したか、当時はアメリカのレストランでなかったことをいっぱいやってたんですよ。例えばこのまあポテトもありますよね、はい、実はこのポテトが一番感動したらしいんですけどね、はい、まあ、とにかく美味しそうに出来上がってると。こんな綺麗なポテトなかったらしいんですよ当時は、うん、それからお店行っても綺麗だし、うん、まあ、社員さんがまあ整然と働いてると、うん、しかも値段もね結構安い、うん、でこれを見た瞬間にこのマクドナルドってこれ伸びるなっていうんで、これを私に広げさせてくれっていうんで、当時そのマクドナルド兄弟にお願いして、はい、じゃあちょっとどうぞみたいな話になって、それを自分で店舗展開をやっていったとスタートなんですね。じゃあ参入の時期が早かったっていうところと、ね、テイクアウトの概念みたいなところの走りだったっていうところと、単純にバーガーとポテトとかが美味しかったっていうところもあるってことですね。世界中にいろんなところでもマクドナルドってあるじゃないですか、はい、そこの世界中に広がるっていうところはまたなんか別の観点がありそうな感じがするんですけど、そこがポイントなんですよ、はい、実はまさにいつでも誰でもどこでもこのビジネス始められることを考えたことがすごかったってこと。よくマクドナルドすごい秘密があるんじゃないかとかね、うん、そんなことは全然なくて、実はそれ当たり前のこと、きれいに掃除しますよとかね、的確な値段で品質が安定しますようにとかを徹底してやることをやり続けたことが実はマックの成長の原動力と言っていいし、今もそれはあまり変わらない。例えばアメリカのお肉で当時は 100% ビーフってマックはずっと歌ってたわけですけど、同じ種類の肉だけを食べる習慣って昔なかったんです。肉って鶏肉混ぜたり豚肉混ぜたりしてる肉が結構多かった、うん、でマクドナルドは割ともう早い段階で 100% ビーフっていう概念を打ち出して、確かに今でも言ってますよね。今言ってるでしょ、 100% ビーフって、うん、50年経っても60年経ってもやってることあんまり変わらないんですよ、うん、これって意外にも難しいと思いません、やっぱり、うん、そこの拡大した理由の一つが、そのビジネスのフランチャイズ化する座組をレイクロックさんが作ったっていうところと、当たり前のことを当たり前にし続けたっていうその一貫性みたいなところっていうことですね。そうですね。他にここの部分が優れていたからとか、刷新性があったからマクドナルドが伸びたみたいなところってありますか？実はメニューですね。やっぱレストランってお客さんのためにいろんなメニュー作るじゃないですか。マックは初めから少なかったんですよ。もうチーズバーガーとハンバーガーとポテトぐらいなもんですよね。でそれを絞ったがために効率的な業務ができるようになったわけですよね。だから実は捨てる系なんですよ。非常にこう絞った引き算の系を実は初めからやってたってことは言えると思うんですね。そしてかつ少ないから品質管理がしやすかったわけですよ。だからさっき言った牛肉 100% もできたし、素材もあらかじめサプライヤーを決めて、しっかりともう契約状況を厳しく決めてマック基準で入れるわけですね。その辺をねやっぱりこう取引業者とともにやっぱりしっかりと自分たちの基準に合うものを作っていって、じわじわ拡大していった。だからどこに行っても同じようなマックを食べれるという仕組みを作ったとか、やっぱり画期的だったわけですよね。
純粋に疑問に思ったのが、中国に行ってもドイツに行っても日本に行ってもみんな同じ味で、中華料理とかドイツ料理とかみんな味が違うものがあるのに、マックは同じ味でも世界で浸透するって不思議だなと思うんですけど。そうですね、まあ、いろんな考え方あるんですけど、一つはね、やっぱマクドナルドは何を売ったのかってことですよ、世界に。まあ、実はアメリカの食生活を売ったんですよ。要するに日本人にとって食べたことないかってものですよね、おそらく。それを売ったんです。でポイントはね、これよく言われてるのは、マックって実は、ね、塩分はなるべく抑えてるって言われてる。本当ですか？そんなことない。めちゃめちゃ刺激的ですよ。でも実はね、あんまり濃いやつってね、リピーターで食えなくてね、実はほどほどにしてるとか、ね、本当ですか？ハンバーガーとかね、塩分はね割と気を使ってる。味っていうのは慣れなんですよ。これがアメリカの文化だって言って食べていくうちに、みんなあ、こういうもんだって思ってきて。これなんでハンバーガーできたかという歴史ご存知ですか？あ、手軽に食べられるものが必要、みんなが忙しくなってきたから。そうですよね。だから実はアメリカって開拓者の国でしょ。手軽な食い物欲しかったの。これがハンバーガーだって言われてるわけです。アメリカのそういう歴史を背負った食べ物なわけですよね。アメリカという国が60年70年代っていうのはみんな憧れだったわけですね。特に日本なんか、うん、これを食べるということになんか憧れだったし、かつ非常にこう手軽な食べれる生活っていうのはニーズができたわけですね。で実はマクドナルド一番のキーワードは何かと、スーパーコンビニエンスって言葉を書くね。もう今のコンビニエンスストアですよね。もうマクドナルドも昔はスーパーコンビニエンスってことが一番の言葉です。なるほど。じゃあ味とかももちろん大事だけど、便利性とかを売ったんですね。でかっこよく見えると、うんね、もう日本みたいにみんなのこう行儀よく食べるんじゃなくて、パクッと食べるかっこいいイメージだったと思うんですよね。そうやって広がっていったっていう、じゃあそこの文化と、あと早く食べれるメリットみたいなところを打ち出していって世界に広がったっていうことですね。じゃあ続いて日本のマクドナルドのマーケ戦略についてお聞きしたいと思ってます。ということで、こちらが日本マクドナルドの業績の推移のグラフになっております。こんな感じで、まあ、順調に伸びてるわけでもないっていう、ね、まあ、これここ20年ですからね、はい、これやっぱ1971年のスタートから見ると、これはすごい伸びだったと思うんですね。これね、90年代初めぐらいですかね、までは順調に伸びていったんです。しかしやはり日本経済がやや停滞していくわけですね。そうするとマクドナルドも実はもろに打撃を受けたわけです。なんで受けたのかというと、やっぱりこう店舗数がいっぱい出来上がっちゃって、もうちょっと飽和感が一旦生まれちゃったんですね。で、一つはさすがにいっぱい出来ちゃうとありがたみなくなりますよね。その結果、実はマクドナルドはちょっと行き詰まった時代が、でなんとか売り上げを出さなきゃいけないと。で、何をやったかというと、実は掟破りのことをいくつかやったわけですね。80円バーガーとかね、これ売り上げドーンと伸びますよね。さらにその後に半額バーガーって言ったら50円で売ったりしたわけ。8時がダメだったし、またドーンと伸びるでしょ。で売り上げが増えたっていうんで、店をまたたくさん作ったんです。50円にしたら売り上げ個数は増えると思うんですけど、客単価下がってる分利益上がらなくないって思っちゃうんですけど。それはね、当時はダイエーを作った中内さんの有名な言葉あるんですけど、はい、売り上げが全てを癒すってことは、それがあったんで、彼はここで勝負出たんですね。まあそういう禁じ手をいっぱい打ったわけですね。でこれをやっていくうちに、さすがにこれでもう経営が迷走しちゃったんですよ。それで2000年ぐらいにやっぱり売り上げまた落ちてくるし、もう利益もどんどん上がらなくなってきた。で店いっぱい作っちゃったもんだから、もうコストもかかる。アメリカ本社がちょっと待てと。まだアメリカが藤田さんの人に一人優秀な人を送ったんです。でアメリカン型のモデルをやってほしい。これは単純なフランチャイズ方式。当時アメリカで始めていた作りたてを作る、当時日本って作りたてじゃなかったんですよ。ある程度見込み生産だったんですけど、これを注文が来たらすぐ作るというシステムの導入とか、それで日本も立て直さなきゃいけないというアメリカの意思が明確に働いた。そこで人事が行われるね、藤田家からちょっと引いてもらって、もうお苦労様でしたと、引いてくださいと。そしてその後に来たのが、アップルで日本の法上社長やってた原田英子さんって方を日本の社長に突きつけるわけですね。じゃあ原田さんが就任してからまた持ち直して。そうですね。こそ何をやるかというと、まず効率の悪い店をまずやめます。閉鎖をいっぱいしたということですね。でもう半額バーガーとかいろいろやったんで、かといっていきなり200円で売るわけにもいかないわけですね。で原田さんがやってきたことは100円マック戦略というのをやったんですね。100円のマックを作って、一旦いっぱい客数をもう一度改めて増やすと。でこれはまた前と一緒じゃないですか。でも彼考えたのは、客数を増やしてかつメニューを変えていこうと。もう次来たら違うメニューがあったら嬉しいなというんで、エビフィレオとかああいうちょっと単価の高いメニューを作ったりとか、客数を増やしながら単価アップ戦略ってところで売り上げ実は2006年あたりから伸びてた。やった時は失敗したんですよ。実は利益が
もうゼロになっちゃって、やっぱ叩かれて、で僕もその時ね、もうそういう取材をしたわけですよ。2006年あたりからこう業績がね、7年あたりが伸びてきたんですよ。で俺がやってきたことがようやく、まあ、もう一度マクドナルドの成長力をそこで作り上げたっていう時代だったんです。じゃあ100円マックを客寄せパンダというか呼び水として、他のところでちゃんと単価を上げてお金を儲けていくっていう戦略がハマったっていうことですね。でもまたもう一度試練があるわけです。10年に1回試練が来るんですね、マックって。いや僕覚えてます、このマクドナルドの異物混入事件、あっからよく持ち直したなって思いますね。今の女性社長の笠名社長ですね、が12年13年ぐらいですかね、で来られたり、しかし不幸だったんですね。来た瞬間にこの異物混入事件があったりしてですね、これでもう社会から叩かれまくったわけですね。そこからどうやって持ち直したんですか。やっぱこういう時は原点に帰るんですね、経営っていうのは。何を失ったのか、まあ、特にああいう異物混入事件とかで問題になっていくのは、母はですね、お母さんたちがやっぱりマックってちょっともう危ないから食べさせられないって、その信用をどう取り返すかっていうところに、実は笠野場社長あたりは非常にこう不信したわけですね。全国行脚とかされたんですよね。全国行脚行ってですね、もういろんなそのママさん集めて、マックって何もあなた方たちは考えてますからみたいな話をまず直接伝えに行ったり、ウェブサイトでもね、マックの食材は安心ですっていうのをね、もう情報を全部できる限り公開して、確かに今でもここになんかちゃんとアレルギー栄養原産国情報、もうみんな見てくださいとやってるわけなんですね。ようやくそういうことを続けていって信用がこう回復していったわけですね。お店も実はこの時にですね、古い店はやっぱ閉じていったんですね。で店は減っちゃったんです、実は一時的に、はい、店減るでしょ、ほとんどマック食べたくなっちゃうみんな実はマックなくなってきたってんで、って感じで、でどん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 また売り上げが伸びてきて、利益もドカンと上がってる。逆にあの事件があったからこそ、今まで以上にちゃんと管理を徹底してるんじゃないかなっていう期待はありました。本当に確かにその通りで、みんなあもうそろそろさすがにマック食べたいし、もういいだろうみたいになってくるんですよ。やっぱりね、組織ってやっぱ緩むんですよね。うまくいけばいってるほど気が緩んでいくっていうのは、そこでちょっとやらかしたりして不祥事が起きたりするっていうのはね、まあ世の常で、これマックだけでは決してないんですけどね。落ちてもやっぱりもう一回戻っていく、まあ、今まで風のレジリエンスと言いますかね、再起動力と言いますかね、そういう強さっていうのは組織を持っている。それはやっぱり長年ずっとやってきたことがあるんで、やっぱそれが取り戻せるということだと思うんですよね。やっぱり同じことやり続けるってある意味飽きちゃうし辛いことだけど、でも辛いことっていうのはお客さんのためになってることだよね、うん、勉強っていうのは自分のためでしょ、仕事は人のためなんですよ。人のためにならないと稼げないという前提、そのため自分の辛さっていうのはやっぱりこれは世の人のためだし、それが利益になっていくんだっていうぐらい その気持ち思ってると、なんかこう社会人だったらね、面白くなんじゃないかなと思うんですけどね。我々いつも就職活動のハウトゥーであったり、企業の魅力を発信するっていうことを主に行っているんですが、今回の池さんとの番組は経済を学ぶっていうことが自分の人生であったりキャリアにつながったりとか、やっぱり世の中の構造が分かるって楽しいっていうふうに思ってもらえるきっかけになったらいいなって思ってるので、ぜひこの動画を見ていいなと思った方はこのシリーズ続けていくので、他の動画も見ていただけたらなと思ってます。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。